ジョルジュ・バルミエは、フランスの画家である、シャラント県のアングレームに生まれた。5歳の1890年に家族とパリのモンマルトルに移り、美術や音楽に親しんだ。1904年から1年間の軍役に就いた。1907年に開かれたその前年に亡くなった、ポール・セザンヌの回顧展を見て、画家になることを決意し、パリ国立高等美術学校に入学し、 リュック・オリビエ・メルソンに学び、1909年まで修行した。1908年に結婚し、1912年に娘が生まれた。第一次世界大戦が始まると、再び軍務に就いた。1918年に帰郷し、パリの有力な画商でキュビスムの画家を支援したことで知られるレオンス・ローゼンバーグと知り合い、支援を受けることになった。1921年に、 ローゼンバーグの画廊、ゴルリエ・デ・エル・エフォートモダンで古典を開き、1023年から1927年の間、ローゼンバーグが出版した、起用、ブレティン・デ・エル・エフォートモダンに作品が掲載された。1930年代の初めに、バルミエのスタイルはより抽象的なものに変わった。抽象画絵画運動のアプストラクシオン・クレアシオンで、ジャン・アルプや、アルベール・グレイズ、ジャン・エリオン、 フランティセック・クップからと共に理事を務めた。1932年には病を得て、1937年にモンマルトルで54歳で死去した。絵画の他に演劇やバレエの舞台デザインや衣装デザインを行い、繊維製品のデザインなども行った。声楽家として舞台に立つこともあった。ありがとうございます。